やっぱり今はさパワハラとかセクハラとかいろいろな,、うん、なっちゃうからさ、うん、あのいいとこと悪いとことあるよねだってすごく怖い先輩がいてあり,ありがたかったなって思うこともいっぱいあるもん、うん、ディレクターがこう直しに来てる時にちょ,ちょっともうあのあこ,ういうこういう若いのがいたんですよ、うん、ちょっとね,ね、うん、そしたらもうそう大平さんがさバンってここをたたいて。 スタジオでの最低限のマナーのをやらない人をちゃんと先輩言ってくれなきゃダメですよね。ねで椅子座るののもあれじゃない私新人の人に必ず言ってあげんのよ、うん、っていうのは一回ねこの真正面に座ったわけ新人の子が、はいはい、正面正面,正面の一番画面を見やすいところにそれで私の隣に座ってたんだけどたらいつも座ってるレギュラーの人が「私もレギュラーだったんだけどあっ」って言って「 男性なの「そこ俺の席」って言ったのよ。 そしたらあすいませんすいませんってもう新人だからびっくりしちゃって、うんっゃね、もうドキドキしちゃうじゃない、うん、私しょうがないからあ俺の席ってね買ったわけじゃない買ったのって言ってたけど、ね、<laughs> 俺買ってねえよって言うからさっだったらいいじゃないって、うん、でもねいつもここ座ってんのよこの人はだからそっちが行ってあげてって言ったのね真子、うん、さんいつもそうなんですよね,、うん、ねもう一番ベテランで主役やっててもいつもみんなのことを気にしてくださってなお、うん、やかにするというね,、うんね 買ったのはいいね <laughs> <laughs> 買ったの